代表的な佐賀県産の丸ボーロ。写真は佐賀県産丸ボーロ発祥とされる北島と鶴屋の丸ボーロ。丸ボーロは佐賀県佐賀市を代表する名家の一つ。丸ハロ、丸ボーロなどと記載される場合もある。2020年に佐藤文化を広めた長崎街道、シュガーロードの構成文化財として日本遺産に認定された。なお、 大分県中津市や薩摩地方も丸ーロを名産品としている。丸ーロの起源には様々な小説がある。丸い形をしたボーロという言葉から丸ーロとなった説やベネツィアの商人で東方見文録に日本を含めた東洋を紹介したことで著名なマルコポーロが語源となっているなどがある。製法についてはポルトガルの北部の都市であるフェルゲーラスに伝わる。 郷土菓子である、カバカ、フィーナで、カルダスという焼き菓子が起源となっていると言われる。一般的には、他の南蛮菓子と同様に現地の言葉を日本語として解釈したものが語源になっている説が高く、または前述のカバカ、フィーナで、カルダスの発祥とされる店が、マルガリーデというヤ号でもあり、暴論がすでに日本に焼き菓子として記記されていたことから、 マルガリーでの防ロということで、丸防ロになったとも、実際に食した、ポルトガル人がカバカとは違う柔らかさから、防ロと評したことから、丸防ロになったとも言われるが語源は定かになってはいない。いずれにせよ、日本に伝来した南蛮菓子の大半がポルトガルを発祥としていることが、有力となっておりそれらの菓子の材料に必要となる、砂糖は大航海時代のヨーロッパにおいても、 非常に高価なものだったことから砂糖を取り扱えるのは修道院か薬局が主であった。したがって、日本におけるキリスト教布教活動において、南蛮菓子が宗教的な重要な意味、あるいは船員たちの健康を維持するための長期的な航海において、丸ーロも重要な食料として搭載されたことも考えられ、他の菓子や食文化と同様に丸ーロが日本に伝来したと、 考えられる。先日のカバカ、フィーナでカルダスは現在日本に伝わるマルボーロに比べ硬い焼き菓子であり、どちらかといえばクッキーに近いものであった。マルボーロとカバカ、フィーナでカルダスの材料はほぼ同じであるが、日本産小麦の質がポルトガル産と異なるため材料や製法が日本に伝来しても全く違う菓子になった。 あるいは南蛮線が長期間の航海を行うことを考慮してしっかり焼き上げたなどの説がある。現在に伝わる日本の丸暴論の起源には、探し、伊勢谷町の横桶の祖先が17世紀後期に完成させたものをルーツとする北島ルーツ説及び、鶴屋の二代目、天守多平が17世紀中期に長崎にてオランダ人より西方を直伝に学んだとされる。 鶴るやルーツ説がある。また、福岡県飯塚市に本社を構える、千鳥屋が、鶴屋やが、丸暴露を編み出す以前に、すでに製造していたとするものをルーツとする説もあるが、この丸暴露は千鳥屋の源流にあたる、正月堂が販売していたものであり、当時の店舗は、非全国佐賀郡久保田村である。しかし、いずれにせよ現在日本に流通している丸暴ロの原点が佐賀県であり、 サガメーカーとして広く認識されていることは間違いない。こうした元祖を称するこれらの企業努力によって丸ーロの味を向上させ知名度向上にも一役買っており、その結果日本のメーカーとしての地位までの仕上げたと言える。なお、互いの死にせや号が競り合って一つの歌詞を進化させていった例は他にも福岡県大牟田市のメーカー。 草木まんじゅうなどもあり、今日の日本の家庭で親しまれている丸ボーロはこれら、老舗野号の努力のたまもの、あるいは、佐賀県内の様々な菓子工房の努力によって、日本人の味覚や食感に合わせた銘菓にまで進化してと言っても過言ではない。丸ボーロは先日のカバカや、ボーロと、同じく小麦粉、鶏卵、砂糖という三つの材料が基本となる。日本人の口に合う、 マルボーロは特に小麦粉が、薄力粉のように、軟質小麦をベースにした小麦粉を使う必要があるのが最低条件となっている。砂糖に関しては、上白糖を使う場合、酸温糖を使う場合がある。また、市販ではなく家庭で作る場合は、砂糖の代用でトレハロースなどを使用して、低カロリー化も可能。粉もホットケーキミックスを代用して作ることも可能であるため、 焼き上げのためのオーブンさえあれば家庭環境でも簡単に作ることができる。製法によって前述の3つの基本材料の配合を微妙に違いを与えることによって様々な食感や味の変化を楽しむことができる。その他、膨らましのためにソーダや重曹を混ぜる、口溶けの良さを出すために蜂蜜を混ぜる、あるいは香ばしさを出すためにごま油を混ぜるなどアレンジの幅も広く、 実際に様々なアレンジが加えられた製品が店頭に並んでいる。焼き上げの温度も製法によってまちまちであるが、低い温度で摂氏170度前後、高い温度で摂氏300度以上で焼き上げる丸ボーロがある。ありがとうございます。